テレ東。都内で開かれたこちらのイベント、壇上にずらりと並んだのはレストランのシェフや食材の生産者たち。世界15カ国で出版されているレストランガイドブックゴエミヨの今年の日本版発刊を記念した授賞式が開催されました。ゴエミヨとは1962年にフランス人ジャーナリストのアンリ・ゴとクリスチャン・ミヨが手がけたパリのレストランガイドが始まりで、フランスではミシュランガイドと並ぶガイドブックとして知られています。日本では2017年から刊行され、今年は北海道から中国・四国までの403店舗が掲載されています。発刊記念の授賞式では、今年の各賞に選ばれたシェフやソムリエ、生産者などが表彰されました。最も斬新で完成度の高いインパクトのある皿を出した料理人が選ばれる今年のシェフ賞には、大阪のレストランはじめの米田はじめさんが選ばれました。私が修行をやってたのは、今から17年前なんですけども、その時に、ヨーロッパの方で、いろんなお店をに、勉強に行ってました。でその時に一番読んでた本というのは、正直言いますと真っ赤な本の方ではなく、こっちの黄色い本だったんです。飲食っていうのはこう、なんて言ったらいいんですかね、大変な状況なんですけども、この本を持ってぜひ多くのお店に行ってほしいなっていうふうに、はい、思ってます。プレゼンターとして登壇した歌手の郷ひろみさんは、自らのポリシーに例えて受賞した料理人を称えました。高い高音を攻めないとちょっとスリリングじゃないんですよね。だから料理も同じで、行かなさすぎるとコンサバティブになるし、行きすぎるとこれまたちょっと問題になってくるし、本当にこの微妙なところを行って攻めるっていうのが多分今日選ばれた方たちなんじゃないかなって。これからもいろんなことがあるとは思うんですけども、もうぜひその気持ちを攻めるっていうことをね、頭に置きながら素晴らしい料理をどんどん提供してほしいなっていうふうに思っています。